はい、どうもこんにちは、おはようございます、チークチャンネルと申します。よろしくお願いします。今回も、戦国無双初代無双演武やっていきます。すいません、ちょっとさっきめっちゃご飯食べたんで腹いっぱいすぎてさ、喉が圧迫されてウェイってなる。で、流しの乱入ですね。で、ここが、分岐ルートのとこで、ですね、条件を満たすと上ルート、それ以外で下ルートということで、条件を満たします。とりあえず滝川和正と、なんか丹波長秀と前田を撃破する。あ、まあいろいろあるわ。伊勢長島でも信長を退けた。だがそれは信長の策略であった。政宗が伊勢長島にいる間に信長は尾張を奪取、孤立した伊達軍は三河まで後退した。だがその三河に武田軍が侵攻、それを防がんと織田軍も侵入する。織田武田は長篠で退治した。織田と武田が一堂に会すか。手間が省けるというものだ。第4話、長篠乱入。バカめ、天下人はわしだ。さあ、ということで、今回は野戦なので、ですね、これでいきます。で、武器は変わりなし。でですね、条件はですね、滝川、前田、で、この丹波長秀とかやつを倒して、逃亡する信長を撃破する。どうしようか。とりあえずこの2人倒してですね、まあゆっくり行こう。織田の雛は武田の牙、相手にとって不足はない。あるって。五十郎は本陣を守っておれ。絶対あるよ。馬防柵の前には出るな。守りを固めよ。全軍むやみに動くな。織田軍と距離を取れ。相手からの奇襲で織田の鉄砲隊を潰すか。あ、強えな。武田の騎馬隊を潰すか。強っ。自慢の鉄砲隊か。またワンパク小僧が来ておるよ。次のも問題よね。敵将撃ち取ったり。よし、これでお見事な腕前です。3人倒して信長が逃げるけん。政宗、よくやった。あとはわしらに任せ。まずこいつ。子供はそろそろ寝る時間じゃい。欲の意図は恋人の考えそうなことよ。ああ、これちょっと、これちょっとダメよね。やべ、敵が多すぎる。で、こいつ倒す。もう、もう、開けるわけにはいかぬぞ。よし。敵将撃ち取ったり。で、前田がここら辺におるんじゃない。前田じゃない。あ、こいつこいつこいつ。我らもこの機に乗ずるのだ。これでね、信長が逃げるけん、信長を倒す。お見事な腕前です。オッケー。混沌こそわしにはふさわしい。頑張れ。逃がさないよ。信長、逃がしはせるぞ。やばいやばいやばい。
あれ違う、家康や。もうちょっと待て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 、家康じゃない、信長よ。戦を知らぬ愚か者よの。結構今このイベントいらんないけどね、やめてほしい、倒させてほしい。とりあえずわしをまだ小僧としか見ることができる、それが貴様の限界だ。バカにされとるよ。もうちょっと、もうちょっと打っとい。なんでこれで倒せんの。敵に囲まれております。あ、ちょ待って、強いな。ハイパーが多すぎやろ。あ、こいつ痛い。くそ。ちょっと待って、えぐいって。こいつ撃っといんやけど、めちゃくちゃ。なんなん、もう当たらんのよね。で次は待って、ちょ、人多いわ、人が。本陣の陥落もダメなんで、真田内藤、ここ4人か、ここ4人。まずここ2人倒して、えぐいな、ちょっと全然ダメやわ。やばい。お見事な腕前で。敵将打ち取ったり。あれらも手は取らぬぞ。よし。ああ、くそ。くそ。ふざけんな。もうこいつマジでヘボい。当たらんねんけど。いや、ちょ待ってよ、これ厳しいな。えぐえぐえぐ、こんなんどうやって勝つんぞ。これしかないやんね。お見事な腕前です。よし。お見事な腕前です。敵将打ち取ったり。我らも遅れは取らぬぞ。待って、これで。通常にするか。あ、待って、違う違う。あれ。あとババを倒さないかんね、ババを。敵
よし、これで信玄が逃げてしまうけん、さっき家康を倒しとこ。めちゃくちゃ硬いやん。どうするこれ。強っ、マジ強い。いやー、よし、これでババ倒す。我らもこの木に乗ずるのだ。よしよし、泣くまで待つなど何もできぬものの言うことよ。お、かっこいい。その通りやと俺も思う。でも実際徳川が一番長かったけんな。やっぱり賢いやつが勝つんやな最後は。で、ケージとババを倒したら両方信玄が逃げるけん。で、信玄がね早いらしい。これでも信玄とか行く。あんなもん取れる暇はない。遅れは取らぬぞ。続け。お見事な腕前で。人は一瞬。うん？どこ行った？人を失ったらしい。は？もはや。天が悪くいて、はやこれまで。天軍引くぞ。これ以上の戦いは無益。逃げられると思うなよ。逃がさないよ。まずい。マサムネこれ強いな。こいつ早いけん攻撃が。強いって。よし、これでウェルドが出たやろ。知略あれども勢いには勝てぬか。流しの乱入ね。信玄、老いぼれは故郷に帰るがよかろう。バカめ、相手の力量も測れぬか。オッケーです、勝ちました。余裕のよっちゃんでした。あー、いらー、3武器くれ、頼む。もう嫌や、2武器ばっか嫌や。
よし。あれ。さあ、ということで、これでですね、上ルートが出るはずなんで、上ルートの最終ステージをやっていこうと思います。はい。ということで、ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。